はい、本日はですね、今月2020年8月に買って失敗したものを紹介していきたいなというふうに思います。で、今月もですね、いろいろ買って、成功もしたんですけど、ちゃんと失敗もしてるので、その失敗したやつを紹介していくという感じにはなるんですけども、これはあくまでも僕の個人的な考えになってるので、僕の生活スタイルに合わへんけど、他の人でやったら買って失敗というか買って成功のパターンもあるとは思うんですけど、僕の場合に関してはこれは買ってちょっと残念やったなというところを紹介していきたいなと思います。で、今回ですね、今月8月が買って失敗したものっていうのが合計で3点あるので、3点紹介していくんですけども、自分の中ではこれがちょっと合わへんかったなと思うんですけど、逆に僕みたいに同じように、あ、分かる分かる、それ合わへんかったよなっていう方に対しては、逆にこっちは合うと思いますよっていう、その代替案みたいな感じの、これやったらいいと思いますよっていう、逆におすすめというか、失敗したからこそこっちの方がいいと思いますよっていうのも、代わりに紹介していきたいなというふうに思いますので、そんな順番でお話していきたいなというふうに思います。では、まず早速目、一つ目の失敗点というのがですね、失敗点というか一つ目の失敗というのがですね、こちらのノースフェイスのグラニュールというカバンになってます。で、これがですね、ちょっと今月買って失敗かなというふうには思っててですね、このカバン自体が特に悪いとかいいとかっていう、そういう話ではなくて、このサイズなんですね。僕が一番使いにくかったっていうのはこのサイズやって、で、これが 1.5 リットルって、この動画、レビュー動画でも言ってるんですけど、 1.5 リットルってこれちょうど長財布がギリギリ入るか入らへんかって際どいんですよ。正直見方によっては入らへんし、見方によれば入るしみたいな感じになってるので、その辺っていうのがちょっと微妙やって、 1.5 リットルでじゃあ何入れんのって言われたら、ちょっと僕の荷物では入れるもんがないんですよね。だから、この 1.5 リットルっていうのは人によったらめっちゃ多分使い勝手いいと思うんですけど、僕にとっては全く使わんかったんで、一応このレビューするときに使ったりとか、レビューするときは多少使ったんですけど、それ以外だったらもうほぼ一回も使ってないので、ちょっとこの、僕みたいにこの荷物が長財布持ってはる方とかやったら、 1.5 やとちょっとこれはどうかなと思うので、僕個人的にじゃあ何がおすすめなんて言われたら、ノースフェイスのボディバッグ一番ダントツでおすすめなのは、僕よく使ってるんですけど、このノースフェイスのオリオンっていうボディバッグがあるんですけど、それはですね、このさっき言ったグラニュール、下にあるグラニュールが 1.5 リットルに対して、こっちのオリオンは、3.5 リットルか4リットルか、ちょっとどっちか忘れたんですけど、倍以上大きさがあるので、やけどそんなに、なんていうんですか、バカでかい感じではないじゃないですか。だから、持っててもそんなバカでかい感じもないけど、しっかり長財布とかも入るし、いろんなもんが入るっていうことになってるので、この辺はいいんかなとは思うので、僕個人的にボディバッグノースフェイスで何がいいって言われたら、このオリオンっていうふうに速攻で言うので、これがいいんかなと思うんですが、ちょっと 1.5 リットルやったら、ちょっと、もういろんなものを物が入れれないっていう感じになってるので、その辺はちょっと残念やったかなというふうには思いますね。なので僕みたいに、長財布入らへんし、物あんま入らないなって思ってる方は、多分こっちのオリオンの方がいいと思うんですけど、お子さんにも持たしたいとか、そういうのがあるんやったら、全然これはいいと思うんですけど、これが8月に買って失敗したもの第1つ目ということになってます。で、買って失敗したもの2つ目っていうのがですね、ちょっとちっちゃいので見えにくいかもしれませんが、こちら、これまた物撮りでお見せしてるでしょう。このオイルになってるんですけど、これ怪しいオイルとか怪しい物っていうことではなくて、一応れっきとした普通の商品になってるので紹介はできるんですけども、もちろん怪しい物やったらここでは紹介できないんですけどもね。はい、ということになってて、これが何かっていうと、一応ビタミン C 導入剤っていう名前になってて、名前を聞けば聞くほどより怪しさは出てくるんですけども、これが一応肌とかに使う用のオイルというか、なんていうんですか、誘導体っていう書いてあるんで、何かわからないんですけど、何かわからんもんお前使ってるんかっていう感じなんですけど、美容液なんですよね。で、ちょっと夏やからっていうか、30超えてきたし、ちょっと肌に気使おうと思って、で、これ使ったんです。で、これ使ったらですね、僕今月中盤ぐらいで一回おでこにニキビできてる時あるんですよ。で、なんでこんなんできたんかなみたいな、30超えてるからニキビじゃないんか、吹き出物なんですかね、できてて、これなんでこんなんできたんかなと思って、ようよう考えたら、あ、そういや今月頭からこれ使ってたわと思って、もう今もから空っぽになっちゃったんですけど、1週間ぐらい使い切ったんですけど、これ高いんですよね。3000、このちっちゃさで3000円ぐらいするので、ほんまに、どう見てもブツですよね。小ささ、容量といい、あと導入体っていう名前からしても、あと値段からしても、ほんまにこの末端価格が3000円というめちゃくちゃ高いんですけど、これはもう僕の肌に全然合わんくて、速攻ニキビできて、嫁にニキビできてるやんって言われて、なんか使ってるって言われて、
オイルっていうか、まあ、ブツ使ってるって言ったら、あ、絶対それやでって言われて、私もあのオイルとか使ったりしたら結構荒れるもんみたいに言ってて、あ、そうなんやって言ってて、ようよう聞いたらなんか人によったらオイルって荒れるんですよね。だからあんま使わん方がいい人もいてれば、使った方がいい人もいてるらしいんですけど、それで僕はこれ残念やったなということで、まあ、その後すぐこれはもうやめて、でもまあどうせ空っぽになってるから、やめて、もう売人の方から買うの、あのアマゾンっていう売人から買うのはもうやめて、で代わりに、まあ、同じ売人からアマゾンで売人から買ってるんですけど、この、 洗剤を使うようにしてて、これは洗顔クリームなんですけど、なんかこれね、雑誌かなんかに載ってたんかな、なんか忘れたんですけど、なんか僕よく読んでるのオーシャンっていう雑誌なんですけど、その雑誌でこれ確か取り扱ってたのかどうか忘れたんですけども、なんか普段使ってるこのなんか薬局とかにこれよく置いてるじゃないですか。これとは違って、なんかこれはなんか結構いいやつらしくて、でAmazon っていう売人から購入させていただいたということで、これは末端価格でもそんな高なかったんちゃうかな、なんか1000円か2000円かなんかその前だったんですけど、まあまあまあそんなべらぼうに高いっていう感じじゃないんですけど、まあそんなを使って肌荒れが治ったということになってますので、はい、まあ、このオイルが、買って残念やったやつ、買って失敗やつ2点目っていうことですね。で3点目っていうのがですね、今月買ったものっていう、まあものではないんですけど、何かというと YouTube プレミアムなんですよね。で YouTube プレミアムって、これ今皆さん見ていただいてるのって YouTube やと思うんですけど、この YouTube プレミアム1000円かな、1000ちょっと1200円か300円かなんか払ったら、広告がなしになりますよとか、あとアプリ開いてる状態だけじゃなくて、アプリを閉じてもずっと音声が流れた状態で聞けますよとかっていうのがあったりとかして、まあ、それに1回入ってみたんですよね。でそれが、1ヶ月目がタダでできるので、一回ちょっとどんなサービスか使ってみようと思って、こんな YouTube に動画バンバン発信してるくせに一回もそんなサービス使ったことないから、あ、ちょっと使ってみようかなと思って使ったんですけど、僕個人的には広告がスキップされるとか、あとなんかバックグラウンドで再生できるとか、あとまあなんか Apple Music が聴けるとかっていうサービスあるんですけど、ほとんどそういう恩恵ないんですよね。で別に広告とかやったら、まあ5秒スキップとかぐらいじゃないですか。だからまあそんなに YouTube、 まあ見てるけどあんま気にしたことないし、まあ、ありがたいっちゃありがたいんですよ。広告流れんからありがたいっちゃありがたいけど、なんか忘れてるぐらいな感じだったんで、まあまあどっちでもいいっていう感じで、で逆にじゃあ1000円払う価値あるかって言われたら、僕はないなって思って、まあ、今月でもう解約する感じにはなってるんですけど、 YouTube プレミアムはなんか結構ヘビーで YouTube 見てる人とかは多分向いてると思うんですよね。それこそ何本も1日見る人とかって向いてると思うんですけど、僕 YouTube そんな最近見んくなってきて、まあ1日に、まあ、何人か見るんですけど、もう決まった人しか見えへんから、そんなにどうかなっていう感じで、なんやったらその僕決まった人らを全員メンバーシップ入ってるんですよね。でメンバーシップって言って月額で何千円とか払って、なんかその人らしか見られへん動画とかを配信してくれるんですけど、もうそういうのを僕基本見てて、そういう有料課金のやつしか見てないので、そのエンタメ系とかも全然見えんし、まあ、なくてもいいんかなというふうには思いますね。でそのまあちなみにメンバーシップっていうのが、なんかチャンネルが3万人登録以上ある人は、なんか月額課金してくれた人しか見られへんサービスとかがあるんですけど、まあ、それってまあなんか僕もそういう見たいサービスがあるので、まあ、それに課金してるっていう感じで、むしろ YouTube プレミアムより高いんですけど、まあ、僕としてはそっちの方がリターンが大きいので、全然そっちに今は払ってるってことなんで、まあ、もし仮に YouTube プレミアムであんまりそのしっくりきてへんっていう人は、なんかそういう有料課金やってはるような人ら のコンテンツとかも課金してみるのもありかなというふうには思います。はい、というのがですね、以上今月8月に買って失敗したもの、まずグラニュールで、ブツで YouTubeプレミアムっていう感じにはなってるので、まあ、また来月もいろいろ買っていくとは思うんですけど、その中で 100% 失敗すると思いますので、また失敗したら9月に、買って失敗したものっていうのを紹介したいなというふうに思います。はい、ということになってますので、本日は寝起きの卓造がお送りしたということになってて、何やったっけ、8月に買って失敗したものという動画になってます。以上ありがとうございました。